もしかして桐生さん？久しぶりだな、ママ。もうびっくりさせないでよ、本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ、ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより伊達さんと店の前で会った。この街も随分物騒になったようだな。そうなの、ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。桐生さんも気をつけてね。ああ、そうだ、ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら？秋山の居場所を知らないか？ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね、その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥を見かけなかったか？え、遥ちゃん？はるかちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、はるかが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのははるかを探すためなんだ。そうなの、それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。はるかちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あと、このお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。